して山添拓参議院議員ですが、山添議員は弁護士としても活躍をしております。もう一期目ながらさすが弁護士という、追及を安倍政治と対決をしております山添拓参議院議員をご紹介いたします。新宿駅西口をご利用の皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の山添拓です。今国政は隠蔽、捏造、改ざん、セクハラ、あるいは文民統制の崩壊、安倍政権は今や言語道断、前代未聞、そして空前絶後のオンパレードです。もはや末期的症状だと言わなければなりません。しかしこの事態に政府も与党も全く打開策を示そうといたしません。今日も国会では与党が勝手に審議を行いました。この間さまざまな不祥事、疑惑が浮き彫りになりながら一つも明らかにしていないのに、そして政府はあらゆる問題についてまともな回答を示していないにもかかわらず勝手に国会進める。皆さん、私たち日本共産党はいつでも徹底審議を通じて物事を明らかにするという立場です。しかし今起こっている事態はどういう事態か。政府は国会で嘘の答弁を行います。国会に対して公文書を改ざんして提出をしてきます。データは捏造する、あるものもないという、これでは国会審議の前提がありません。ですから今野党6党、この事態を打開するのは政府で与党の責任だ、こう訴えて、まず条件を整えよ、このことを訴えて頑張っているところです。皆さん考えてみれば、財務省の公文書の改ざん報じられてから2ヶ月近くが経ちますが、誰が誰の指示で何のためにやったのか一切明らかではありません。加計学園で首相案件だと発言したとされる柳瀬元首相秘書官、証人喚問にさえ応じようといたしません。疑惑の解明に背を向け続けている安倍政権です。その下でおとなしく法案審議などできるはずがないではありませんか。政府の言うことが今や全く信頼を失っているということ、まだお分かりでない様子であります。私はこれからこうした事態少しでも変えていくために、やっぱり国民の大きな世論で動かしていく必要があるということを訴えたいと思います。この間とりわけセクハラ問題がひどかったです。口にするのもおぞましいようなセクハラ発言を繰り返しておいて、あの財務省の福田事務次官は全体を見ればセクハラではないんだ、こう言っています。皆さん、しかしセクハラ発言は一部であろうが全体であろうがセクハラそのものです。大体セクハラでないならなぜやめたんでしょうか。こういう中で自民党の下村博文衆議院議員は、この福田氏ははめられたのだ、音声データを週刊誌に渡した被害者はある意味犯罪だ、こういう暴言まで吐きました。一体これが文科大臣をやった方の言うことでしょうか。さらには麻生大臣までもが福田氏ははめられた、そういう意見もあると言い立てています。まるで被害者の方が加害者であるかのような言いぶりをしてはばからない。皆さん、こういう方が財務省のトップで仕事をしてきたということ自体が恥ずかしいことではないでしょうか。佐川氏も福田氏も事務方のトップが2人も辞めたのに、大臣が未だに何の責任も取らずに暴言を吐き続けています。私はやっぱり麻生さんだから許されるということにしてはいけないと思います。こういう発言をする人を
このまま許しておいてはいけないと思います。麻生大臣に副総理も財務大臣も務める資格はありません。直ちに辞任をしていただこうではありませんか。皆さん、人権とか個人の尊厳とか全く無理解の政治の下で歪んだ政治が進められてきた、これは決して偶然ではないと思います。安倍政権の5年余りの間、憲法と民主主義、政治の基本的なルールが次々と崩されてきました。秘密保護法、安保法制、戦争法、憲法違反の国民の異論や批判、全く寄せ付けない政治が数の力で押し切られてきました。あるいはまたアベノミクス三本の矢、新三本の矢だと言ってきました。6本も矢を放ったのにどこへ行ってしまったんでしょうか。この間大儲けをしたのは株式市場に目を上げて株で大儲けをしたのは大企業や大資産家の方々だけではなかったでしょうか。国民に対しては医療も介護も年金も負担を上げるばかりの政治が進められてきました。財務省はこの上なお年金の支給開始を68歳に引き上げるとか、75歳以上の方の医療費を2倍にするという案まで示しています。どの口が言うかと私は怒りを覚えます。暮らしをことごとく破壊する安倍政権がさらにこれから狙おうとしているのが働き方改革という名の働くルールの大改悪です。長時間労働をなくさなければならないと言いながら、これから作る制度は24日連続24時間休憩もなく休日も深夜もお構いなしに働かせる、その上残業代すら払わない高度プロフェッショナル制度を作ると言っています。普通の働き方の人、長時間労働の上限規制だと言いながら、過労死なくすと言いながら、残業時間は月80時間100時間まで認める過労死ラインを合法化していくと言っています。私は働く者の立場で事件に取り組む弁護士としても仕事をしてきました。過労死で家族を亡くしたご遺族から事件の相談を受けます。ご遺族の悲しみ、大事な家族を失ったというだけにはとどまりません。自分がもっとしっかりしていれば、休んでいいよと言ってあげられれば、死なずに済んだかもしれない。こう言って自らを責めて苦しむ過労死のご遺族が今も全国にいます。こんなに悲しいことはありません。人は生きるために仕事をします。働きすぎで命を落とすという社会はどう考えても異常です。残業時間は月45時間、年間360時間。これは睡眠時間をきちんととって、食事の時間もプライベートの時間も確保する。それでなんとか健康に過ごせる。厚労省が定めるギリギリのラインです。これをそのまま法律に書き込み、適用していく。8時間働けば普通に暮らせる社会を作るということこそ、政治に求められる役割ではないでしょうか。皆さん、安倍首相は、自民党は、公明党は、明日にも、この過労死促進の法案、働き方改革一括法案を国会で審議入れさせようと狙っています。今まで厚生労働省がデータの捏造をしてきました。裁量労働制を違法に適用した野村不動産という会社で、過労死が起こっていた事実を隠そうとしてきた厚生労働省です。歪んだ労働行政の下で、この上、過労死を促進させるような法律を作らせるなど、断じて許されません。ましてや今、行政府と国会との関係、完全に崩れています。その下で、野党を抜きにして、国会で審議を進め、法案審議をどんどん進める、こんなあり方は、こんな乱暴な国会運営は
許されないという声を大きく広げようではありませんか。野党6党結束して頑張っていく決意を申し上げたいと思います。この後に及んで安倍首相がさらに狙っているのが憲法改定です。憲法9条を変えて自衛隊を書き込むと言っています。9条に自衛隊を書き込んでも何も変わらないから安心しろと言いますが、何も変わらないならあえて変える必要はありません。憲法を変えなければできないことがあるからこそあえて9条を変えると言っています。自民党は3月に強引に党内をまとめて9条を変える案を発表いたしました。憲法9条の次に9条の2という条文を書き込むと言っています。自衛のための最小限度の実力組織としての自衛隊書き込むのだと言っています。しかし皆さん、自衛のための最小限度の実力組織って一体何でしょうか。安倍首相が自衛のためだと言いさえすれば集団的自衛権も許されるんではないでしょうか。迎撃ミサイルのみならず敵基地攻撃能力や攻撃型の空母やあるいは核兵器でさえも自衛のためだと言って持てるようにしていくのではないでしょうか。それぐらいなし崩しに進めてきたのが安倍政権だったのではないでしょうか。皆さん、安倍首相が憲法に書き込むという自衛隊は災害救助の自衛隊ではありません。安保法制で海外へ出かける武器を使う自衛隊です。その自衛隊を憲法に書き込む、認めていくことなど一体どれだけの方が望んでおられるでしょうか。今北朝鮮問題がいろいろ進展をしています。確かに北朝鮮がミサイルの発射実験、核実験行っているのは私も怖いと思います。だからこそ今戦争を絶対に起こさせない、その立場で世界各国が努力を進めているんではないでしょうか。戦争がひとたび起こってしまえば世界戦争にすら発展しかねないという状況です。その時に自衛隊があるから安心とか米軍がいるから安心ということには絶対になりません。戦争を起こさせない、そのためには外交努力を行う、日本にしかできない国際貢献によって世界の信頼を得ていく、武力によらない平和を築いていくということこそ求められているんではないでしょうか。北朝鮮問題、今大きな展開を見せています。対話による平和的解決へと大きく舵を切ろうとしている。北朝鮮がミサイルの発射実験や核開発停止をし、核実験施設も廃棄をすると表明をする、そういう中で明日3回目となる南北朝鮮の首脳会談が行われます。6月までには歴史上初めてのアメリカと北朝鮮との会談も行われる予定になっています。1950年に始まった朝鮮戦争の終戦が明日の南北会談の中で共同宣言で表明されようとしている。今私たちは教科書に載るような歴史の1ページに立とうとしています。こういう中でこれまで圧力圧力だと言ってきた安倍首相は完全に世界から取り残されています。南北朝鮮が会談し、米朝が会談し、もちろんそれでも簡単に事態が前に行くとは限りません。しかしそれでもなお本当に北東アジアの平和を目指すなら、友好関係を目指すなら、粘り強く対話を進めるしかないんじゃないでしょうか。外交努力を進めるしか道はないんではないでしょうか。この道を少しでも前に動かすことこそ今日本の政治に大きく求められていることだと思います。ぜひとも9条に基づく平和外交、その政治に進めという声を一斉に上げていただきたい、こう思います。最後に、今の政治にもううんざりだという皆さんに私は訴えたいと思います。
安倍政権の政治はもう私もこりごりです。知性も理性も品性もない政治です。人権感覚もなければ国際感覚も超時代遅れです。こんな政治をいつまでも続けさせておくわけにはいかないと思います。しかしいつまでたっても安倍首相はしぶとくなかなか身を引こうといたしません。それはなぜか、国会の中での数の力におごっているからに他なりません。安倍首相が国会を辞めるとすれば、国会議員を辞めて総理を辞めるとすれば、それは数の力が崩れたときに他なりません。自民党公明党の数の力を揺るがすような動きを私たちが作ろうではありませんか。どうかそのために皆さんお一人お一人の意思をいろんなところで示していただきたいのです。お友達とご家族と職場で、あるいは SNS で、今の政治やっぱりおかしいよねという声を少しでも構いません。どうか上げてください。この場でチラシをお配りしています。日本共産党の新聞赤旗日曜版日本紙もお配りしています。九条を変えるなという署名をこの場所で集めています。一つ一つの場面でお一人お一人の意思を示していただくことが政治を変える大きな力になっていきます。日本共産党は幅広い市民と野党の共同で政治を変える力になり、なることをお誓いをし、私自身もその力に全力でなっていくことを決意を申し上げて、私日本共産党参議院議員山添拓から訴えといたします。ありがとうございました。